皆さんこんにちは、川村隆二です。今回はですね、A1 グランプリの撮影でこちら大阪府にあります、アローナンバヒップス店さんにやってまいりました。今回のねこの A1 グランプリ、なんか僕4人目なんですよ。4人目、 1,2,3 とみんなミリオンゴッド打ってんだってよ。ほんともうやめてよ、ほんとそういう流れで。とりあえず投資上限が2500枚だっていうことなんで、もうこれもうミリオンゴッドでぶっぱでいけっていう感じでしょもうそういう流れはやめましょう。今津さん怖いです。ただ今回のミリオンゴッド、そんなに僕ねまだ打ち込んではいないんですけども、まあ前回のアナザーゴッドで結構いい思いしてますんで、まあゴッド引ければなんとかなるんじゃないかなとは思っています。とりあえず早速入ってみましょうね。広い。こっちか。すごいね、ゴッドだけで100台あるんだよこのお店。結構なんか橋の角台の方が可動があるんだよね。こっちも22ついてでしょ、でこっちも23ついてでしょ。なんだよね、結構多分街の中にあるところって角に入れやすい傾向があるんだよね。ほらここもそうなのよ。20の33でしょ、この後ろ29の25でしょ。なのでなんか中途半端な台になってもしょうがないしの。これで行ってみましょうか。とりあえずQ94でしょ、77でしょ、あんまり変わんないんだよね多分ね。まあぶっちゃけ天井連れていかれたらもう終わりだからね、ハマっていようが何しようがって感じだろうしね。よし、じゃあこれにします。これ朝からゴッドって怖くないかもうみんなゴッド言ってるんだよねこの番組でね。まあその流れであればもうしょうがないっちゃしょうがないんだけど、いやー1位の人が誰だっけ、あんたか、あんたはカメラマンジェフリー君、6000枚、6400枚、もう余計なことすんなよ2000枚ぐらいにとどめといてよ。まあとりあえず投資上限があるのでそこにたどり着くまでには絶対に何かしら引きたいよね。わざわざ、大阪まで来て負けて終わりました、じゃあちょっと話にならないので頑張ります。これ取った方がいいよこれ取った方がいいよまあ今回ね、ジェフリーだからまあ任せるけどさ、もし藤巻っていうさカメラマンがいてさ、あいつさ俺がさゴッドインゴッドやったのにさ、一発目のゴッドも取ってなくてさ、2回目のゴッドも取ってないんだよあ、違うやん鈴木かな
ね。はい、サムネイル用です。はい。おお。チャリオットつけね、チャリオット。戦車じゃないからチャリオットだからね。なんか淡々と消化してしまいました。いかにさ、やっぱゲームスーアの設定、僕ら演者側からしてみたら、そのゲームスーアの設定にリアクションを頼っていたんだろうなと。これセット数管理型ってさ、ただそれをこなして終わりじゃない。これやっぱ 100ゲーム終わったらはいみたいな感じでしょね。すいませんでした、今まで楽して何も喋ることがないです。はい、しょうがないね。ね、一応回ってるんだよね。 OK ね。なんで履いたんでしょうか。右上がり、うん、だってさ、おかしいんだよ。僕打ってるじゃない、カメラマンの人と見に来たお客さんがですね、写真撮ってるんで一緒に。僕一人でここでボケーと一人で打ってます。あ、いただいたんですか。すいません、なんかジェフリーさんのおこぼれをいただいたみたいで、すいません。僕よりも人気あるからさ。いやー、本当ありがたいですね、人気のある人についてくるっていうのは。まあ、とりあえずそんな遅くはなかったから、そこまでこう追加投資してるわけじゃなく、ただ出玉だもん ね、この番組ね。結局はゴッド引いて出さなきゃいけないということだな。2回目です。これも何もないから、はい、引けねえよな。はい、これってさ、俺これよく他の番組でも言ってんだけどさ、結局 GG 普通の AT ってさ、まあコインを増やしながらゴッドを狙う場所であって、通常時はコインを減らしながらゴッドを狙う場所なわけよ。
結局は5と引かないとダメなんだこれ。何もかも5と引かないと何も持って帰れないというぐらいの意気込みで打たないとダメなんで、こういう約束したら今日5と打ちに行くと嫁さんとかにね言って出ていくと、5とは引かなかったら家に入れないとかそういうルールを作った方がいい、ね、そしたら必死になって5と引くでしょ、ね、それが5と楽しむ秘訣だよ。全部8だった。もう一回行こい。おお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 おもう一回来い。ああまあまあまあ、次かな、あれ、ブイ、これ3回目のやっぱ怖いね、この台怖いね。このまま揃ってくれればいいのに。これはいいんだよね。もうこのまま揃ってほしいんだけど。おう。まだまだあるよ。はい、ちょっと良くなってきたね。ね、ジェフちょっといる？ちょっとテルさんから連絡あったから、テルさんから連絡あったからちょっと電話してくんね。あー、あれいいな。ああ、これえ、これいつついてたん？これいつついてたん？これあ、どっからどうなったんだろう、これ思い返してみよう。わかんないね。まあまあまあ、やっぱもう一番最初の初当たりのキナナだろうね、絡みはね、絶対ね。まあ、途中からなんかまあおかしいなっていうところはあったけどね。まあいいや、
なんかゴッド引いたみたいなね、ゴッド引いたことにしようか。あのうまーくさつなげればいけるよデモ画面とかで。なんか久々に見たな演出ねえ、うん、これいいね。最後は戦車付きで、あれここで来た。こっから結構鬼門だよね。ちょっと危なくなってくるよね、いつ終わっても。なんでここらでゴッドを、怖いな。ここまでが一応演出的に確約されていたストック数なんですよね。ここからなんですよ、特に何かめぼしいものも引いてないし終わらないように。やばい、鏡に出るかと思ったけどまあまだ分かんないけどね。結構上にいるんだよね、多分ね。これで当たってくれればな。まあいけるでしょうね。いけるでしょうね。まあ、そんなことよりさ、ゴッド引きたいんだよ俺ああ長いのよです。これリマートのねカメラはね
たまーにどっか行くんだ。やっと帰ってきた。確定だろこれね。あとは何が止まるかだよな。なんかまあ自力感がすごく出た赤7だったけどね。よし、あー疲れた。出てくる言葉がもう疲れたとかおじいちゃんだからさ腰が痛くて。よし頑張ろう。これ当たんねえとはやべえなおいあうおお。お、やれ。はい。おお。もう一回。はい。はい、レンちゃんも一段落ついたところで店内を見てみましょう。ちょっと自分の台にも少し自信が持てないんですよね僕バジがさ朝からすごい元気んだよね。でこの台もそうなんだけどももう別積みになってるの。ただまあ隣の台とかの稼働が、うん、あまりないというのは結構メリハリなんじゃないかなと。でこっち以外にもバジあって結構ポンポンっていう感じで、まあ、箱積んでらっしゃる方がいますのでメリハリなんでしょうね。ね、うん、これだったらこれで狙いやすいよね。バジだったらね分かりやすいもんね。でねあともう一つ気になったとこがあるんですよ。あのねベルセルクこれ今結構皆さん座ってて、で箱積んでる方も多いんで台数的にもそんな多くないから意外と前台とかありえるんじゃないかなと思うんですよね。で総台数が多いお店なので特にこれ今ほとんどが、ミリオンごとなんですよ。なので他の、まあ、台に関しては台数がちょっと少なめにはなっているんですけどもその分入れやすいんじゃないかなと。だからさっきのバジリスクとこういうベルセルクとか少し台数が少なめなところも狙い目なんじゃないかなと思うんですよね。初当たりをいろいろ取ったんです、ね。まあ、最初の3000枚オーバーから何回か初当たり取ってますんで今実際自分が何枚出てるのかぶっちゃけ分かんないんだとりあえず、6000枚だよねジェフリーがね。その6000枚に届くかどうかエンディングをご覧ください。さあ結果の方は、プラス4200枚ぐらいです。もうどうでもいいですこれ。勝てないんだったらどうでもいいです。
ただあれだけ連チャンしてね、で結局ジェフリーとその差がついてしまったのってゴッド引けたか引けてないかじゃない。相当なんか謎の連チャンだったもんね、最初ね。よく分かんなかったもんね。まあおそらくキナナ4連のところで、まあループストックだのなんだのっていろいろ乗っかってくれたんでしょう、きっとね。まあまあこんな出方もあるんだなと思いました。すごい楽しかったです。で今回ね、この A1 グランプリを開催するというか、やるにあたって皆さん 1,2,3 と3人目までみんなでゴッドやってたでしょ。で僕強制的にゴッドみたいな感じだったんですけども、なんかね店内の中にこういう小冊子があったんですよ。これ 1,2,3 もう番号でいいよ。 1,2,3 はさ、もうみんなあれだったの、プラスだったの。すごいね。で僕もプラスじゃん。だからこの小冊子をちょっと参考にしてみてください。これね、5月6月と変わりますんで、店内に行ってありますから手に取っていただいて、そして、まあ、僕らと同じようにですよ、僕ら今回このミリオンゴッドがここに載っていたんで今回実践しました。こういった形でですね、皆さんね冊子を参考に、まあ、ちょっとその機種を打ってみるのもいいんじゃないかなと思います。でこの A1 グランプリの開催店舗なんですけども、こちらどこでやってるか分かんないよという方はですね、 P マートの特設ホームページ、こちらをご覧ください。こういったね小冊子、 P マートが発行している小冊子もあります。ぜひともこちらも参考にした上で、開催店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。まあね、今回負けてしまいましたけども、ただいい勝負だったと思いますよ。自分で言うのもなんだけども、お前が強すぎる。あのね6000枚はちょっとさきついよね。もうなんだろうな、いきなりものすごい差がついてるじゃない。これ3000枚くらいだったらもし俺が負けてやるよとかって言えるんだけども、なんか6000枚って聞いた時点でこれ勝てんのかなって思いますよ ね。だけどその一発があるのがミリオンゴッドですからね。そしてなんかあれですよね、次回ももう収録の店舗、ね、開催店舗決まってるわけですもんね。で開催のこの今回の小冊子とはちょっと違ってまた新しい小冊子を作るみたいなので、ぜひ機会がありましたらもう一回チャレンジさせてください。今度はねトップバッターがいいな。トップバッターだったらすごい気が楽なんですよ。ぜひよろしくお願いします。というわけで、この A1 グランプリ次回もお楽しみに。